お客様がおかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめになってもう一度おかけ直しください。おじさん、秋山って人連絡取れたの？いや、連絡先が変わってた。え、そんな。電話がダメなら直接カムロ町に行って探す必要があるかもな。でもそれじゃあまた私たちを残して出ていくってこと？じゃあ行ってくる。今度帰ってくるときは電話してから来てよね。こっちもいろいろ準備があるんだから。よく言うよ、シロなんか全然うちのことやらないくせに。カムロ町に行くんでしょ？おじさんが行ったらまた危ない目にあったりしない？秋山って男さえ見つければもうカムロ町にいる必要はない。あまり長居することにはならねえさ。はるかお姉ちゃん見つけてもあんまり怒っちゃダメだよ。おじさん分かってる。三尾、野球の練習頑張れよ。うん。それから太一、浩二、シロ、エリ、リオナ、泉、彩子、今度はそう長くは待たせねえ。俺も遥かも必ずここに帰ってくる。うん。そうか、豆もいたな。またお前たちのその笑顔を見せてくれ。じゃあな。またこの町に帰ってきちまったか。おい、ちょっとそこのお前、やっぱり桐生か。伊達さん。いえ、なんだよお前、いつ無所から出てきた？まあついこの間だ。たく、お前が出所する日は何度も問い合わせてたんだがな、誰からも連絡が来やしねえ。ああ、でもよかったぜ、偶然でもこうやって会えたんだ。え、少し老けたか？真っ当に年食っただけだ。お互い様だけどよ。そうだな。長かったな、キリュウ。よく頑張ったよ、お前は。しかし、
無所出た足で沖縄に行くかと思ってたんだが。沖縄にはもう行ってきたんだ。へえ、そうなのか。伊達さんは相変わらず忙しそうだな。殺しがあったんだ。東城会のヤクザが中国人に刺されて死んだ。カムロ町じゃ今中国マフィアと東城会とでドンパチの真っ最中でな。中国マフィアか。ああ、お前が無所に行ってからいろいろあった。去年カムロ町で大火事があったことは知ってるか。ああ、無所で聞いた。その火事が東城会のカムロ町支配が崩れたきっかけでな。焼けたのはアジア街の一帯だが、その焼け跡に大陸から西洋会って中国マフィアが入り込んだんだ。でそいつらと東城会の抗争が始まって片桐にまで犠牲者が出るようになった。それで警視庁は躍起になってな、東城会上層部に抗争の責任を押し付けるようにして真島と堂島大吾を逮捕した。何？知らなかったのか。半年かもう少し前だ。大吾が捕まったとすると、今の東城会を動かしているのは本家の相談役だった菅井って幹部だ。知ってるか。面識はねえが、確か二代目時代からの古参のはずだ。ああ、間違いない、その菅井だ。そうか。いや、お前はもう東城会に関わる立場じゃなかったな。そのために3年以上も無所に入ってたんだ。俺も余計なこと言って。遥はどうしてる？っていうかお前、なんでカムロ町にいるんだ？秋山のことを探しに来たんだ。もっと言うと、秋山に遥の居場所を聞きてえと思ってる。遥の居場所？遥は沖縄から姿を消したんだ。もう随分前からな。え、なんだそりゃ。俺も沖縄で知ったばかりだ。それで秋山なら遥のこと何か知ってるかと思ったんだが、携帯が繋がらねえ。はあ、実は秋山のことは俺も気になってた。あいつな、金貸しの会社閉めたぞ。ん？スカイファイナンスか。しばらく休業してる。多分まだカムロ町にいるとは思うんだが、聞いた話じゃどうも中国マフィアに狙われたらしい。何？すまんが、そろそろ行かねえと。後でまだ連絡する。詳しい話はそこでしよう。ああ、分かった。一応言っとくが、アジア街に近づくときは気をつけろよ。例の中国マフィアが幅利かしてる。なるべくなら行かずに済ませた方がいい。分かった、気をつける。ありがとな、伊達さん。おう、いや、またな。
そうなんだ。おめでとう。もしかして桐生さん？久しぶりだな、ママ。もうびっくりさせないでよ、本当に突然なんだから。悪かったな。ってことは出所されたのね。じゃあみんなでお祝いしなきゃ。いや、いいんだママ、ちょっと挨拶に寄っただけだ。あら、そうなの？それより伊達さんと店の前で会った。この町も随分物騒になったようだな。そうなの、ここ最近いろんなとこで殺人事件が起きて、本当に治安が悪くなってきちゃった感じよ。桐生さんも気をつけてね。ああ、そうだ、ママに聞きたいことがあるんだが。何かしら？秋山の居場所を知らないか？ああ、秋山さんね。ごめんなさい、私もわからないの。少し前に突然お店閉めちゃってね、その日から全く姿を見せないのよ。変な事件に巻き込まれてなきゃいいけど。そうか。この辺りで遥かを見かけなかったか？え、遥かちゃん？遥かちゃんがどうかしたの？ずいぶん前の話だが、遥かが沖縄から姿を消したんだ。理由はいろいろあるんだが、俺がこの町に来たのは遥かを探すためなんだ。そうなの、それは大変ね。てっきり沖縄で暮らしてるのかと思ってた。はるかちゃんとはここ数年会ってないわね。そうか。でも何か分かったら連絡するわ。あと、このお店ならいつでも使ってちょうだい。遠慮なんてしなくていいからね。ママ、いつもすまないな。
じゃ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
いらっしゃい。もしもし、うん、この間の仕事の件ですが、そこのおっさん、お小遣いもらえないっすかね。しつけがなってねえな。早く財布置いてけや。
ね。